春。みんなが期待に胸を膨らませ新しい環境へと旅立っていく春。でも僕は新しい季節への期待なんてとっくになくしていた。ちょっと水色、あんた今どこよ。昨夜の私の話聞いてなかったの。今日は忙しいから電話してくるなって言ったでしょ。本当にあんたって子はいつもそうね。少しは母さんの身にもな。またお母さんに電話？偉いね。僕に母親なんていないよ。またそんなこと言って、お母さん泣くよ。はい、上着。今日入学式でしょ。車で送ってこうか。どうも。ハローハロー、僕から世界へ応答願います。僕らのコードは正しくつながっていますか？僕の世界は正しく回転している模様。システムオールグリーン。コミュニケーションは不全。さっきまでと言ってること違うじゃない。ちょっとだけ素顔を見せたけれど、誰かのせいにしては逃げ隠れしてる日々。当てにならないわ。 I'm sorry、 とりあえずさよなら。あなたがいないと、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。一木、起きろ。ご飯だぞ。学校遅れるぞ。で、美味しそう。いたーす。あ、お兄ちゃんご飯は？バディーズ、昼過ぎには戻るからそこ置いといてくれ。隊長、お邪魔してよろしいでしょうか？いいよ、ひなもりくん、入りなさい。とてもいい。ひなもりくんらしさのよく出た伸びやかな書だ。ありがとうございます。あ、それからこれ、副隊長会に出す報告書です。うん、わかった。確認しておく。松本、いるか？どこだ？なんだ、いねえのか。いや、それにしてはなんか酒癖な、この部屋。隊長、飲むね。飲むか。それよりお前、報告書はどうした？今日は副隊長会じゃねえのか？おい、寝るな。ちゃんと話を聞く。そんな時に。たか、どんな夢見てやがんだ、こいつは。遅くなりました。あれ、まだでしたか。よかった。いいから席について待て。あ、はい。松本さん来ないですね。おそらくまた二日酔いでしょう。いつものことだよ。おい草印、その菓子俺が持ってきたんだぞ。レートがねえのか。マレリンってお金持ちのくせに言うことが意外とちっちゃいよね。なんだと。草印、いやだだだだ、お前らの声は頭に響くんじゃ。静かにせ。あら、伊庭副隊長も二日酔いですか？よし。春だね。うん、二日酔いはこれに限る。新しい制服に新しい学校か。
ありがちな新入生の気分に、なった方がいいんだろうな。かね、とにかく校則がどうのという問題じゃないだろう。そんな頭中真っ黄色にして。おい、シャドウ。ん？シャドウ、ヤストラ。俺に挨拶なしかよ。あん？誰だ？トガタチの、お、シマ、レ、イチダーサ、ナメサドガテ。おい、君たち。うん？うるせえな。俺、こいつに用があるんだよ。水色！大変だぞ、水色！おはよう、ケンオ。聞いてくれよ、大変なんだよ。朝から元気だね、ケンオ。マシバ中のチャドと黒崎？そうなんだよ、二人揃ってこの学校に入ったら死んだよ、マジで。で、君はなんで泣いてんのさ。バカ野郎、チャドと黒崎っつったら血統書付きのスーパーヤンキーじゃねえか。悪い人たちとよろしくやってるとか、麻薬を密輸してるとか、本屋に入ったら5時間くらいエロ本ばっかり立ち読みするとか、黒い噂は数限りなし。噂でしょ。会ったことないんだから、どんな人だかわかんないじゃん。何してんだよ、ジャドと黒崎だぞ。どんな人とかじゃねえだろう。まず各クラスに集まって上等編の任務、その後で指揮官。あ、クラス分け張り出されてるよ。ほら、僕ら1の3だって。あ、ここから見えんのか、名義のマークに。ええ、どうしたの？終わったよ、俺たちの青春。小島くんよ。ねえ、小島くんってちょっといいよね。大げさだな。ね、ガツガツしてなくて装飾系って感じ。それでなんかボワーンとしてて優しそう。なんか癒されちゃうんだよね。ガツガツしてないのは何も期待していないだけ。怒りもない。笑うのはただのポーズだから。いつでもどこでも誰にでもできるんだ。ここだ。たつきちゃんはどこか。付き合い。おお。やるわね、織姫。私に不意打ちはもう通じないよ、たつきちゃん。うん、合格。運動神経発達してきたね。それはほら、たつきちゃんの教え方がうまいからだよ。でも抜き打ちテストはやめてね、みんながびっくりしちゃうから。ボンジュール。まだまだ。どなたですか。大丈夫ですか。お初にお目にかかります。私、この度このクラスの一員となりました、本性千鶴と申します。てか、なんてことすんのよ、こ暴力女。なんだと。お前こそ織姫に何するつもりだったんだ。言ってみろ、こら。うん、織姫、私の新たなピーナスにふさわしい、なんて美しいたおやかにご褒めなの。ふっ、やめろってんだ、このボケ。残り式、こんな暴力で私の愛は悲しめないわ。おのれ、この変態バタヤさ。なあ、何かあったのか。花だって今日もちゃんと持ってきただろ。お母さん、あのお兄ちゃん、お花とお話ししてるよ。こら、指さしちゃいけません。どうしたんだよ、本当に。あのね、なんか変なの。ん？空が変なの、怖いの。空が怖い？ねえ、どうしたの、オカリンちゃん。学校遅れちゃうよ。何？雨でも降ってきたの？なんだろう、よくわかんないけど、なんだか空が重たいみたいな感じがする。いつものお年寄りの人じゃないの？それだったら、ユズの横に今いるけど。嘘、嘘、嘘、どこどこ。では次に、現世座軸3600、唐倉町コンパク監視駐在員の欠員についてです。現在、当隊の担当している駐在員が、持病の尺が悪化して欠勤が続いています。
そんなもん背中を蹴飛ばしてやりゃすぐ治んだろ。いや、尺は辛い。きちんと休ませてやらないと。佐々木部副隊長。何か。当隊の朽木ルキアはいかがでしょう。うん、理由は。はい。朽木についてはかねてより現世駐在の任に就かせ、死神としての経験を積ませたいと浮竹隊長がお考えです。なるほど、浮竹隊長の推薦か。はい。うん、では交代要員は13番隊朽木ルキアと決定する。それでは次。はい。これも欠員となっていた6番隊副隊長の件について、11番隊第6席あばらいレンジが大使会により選出されました。はあ、チンピラじゃねえかよ。あんな奴が副隊長を務めるようじゃ後手13隊の名に傷がつかねえか心配だぜ。いや、マネリンのハゲ頭にも傷がついちゃうよね。いや何してやがる。ハゲてねえし傷なんかつくかよ。転属命令ですか。違う違う、転属とかそんな大層なもんじゃないって。現世の駐在任務。ほらほら、昔うちに入りたての頃私のサポートで行ったでしょ。ね、あれよ、あれあれ。ほれ見ろ、覚えてねえじゃねえか。悪い思い出だから脳みそから消しまってんだよなあ、クチキ。うるさいっての。あんたは庭にでも埋まってなさいよ。なんだと。てめえこそ目的にでもぶら下がってろ。駐在地はカラクラ町という町を中心にした半径1レリー。お前の実力ならそう難しい任務じゃない。浮竹隊長。隊長。ダメですよ、寝てなきゃ。いや、今日は調子が良くてな。それに一月ほどの短期とはいえ、初の単独駐在は朽木も不安だろうと思ってな、見送りに来たんだ。ありがとうございます。よせよ、堅苦しいな。白夜に報告は。はい、まだ。いえ、朽木隊長はきっとこの程度のことでいちいち報告に来るなとおっしゃるでしょう。だから報告はせずに立とうと思います。そうか、わかった。お前がそう思うならそれでいいだろう。白夜には俺から伝えておこう。安心して行ってこい。はい。これをもって11番隊第6席あばらいレンジを6番隊副隊長に任ずるものとする。おめでとう、あばらいくん。おう、あ、いや、謹んでお受けいたします、ひなもり副隊長。いいよそんな堅苦しいな。しかしまあ、よかったじゃねえか、これでまた一歩朽木白夜に近づいたってわけだ。一角さん、そろそろいいんじゃねえのか、ルキアちゃんってのに話してやっても。相手がいくら貴族に入っていようが副隊長なら対等以上だろ。40年も踏ん張ったんだ、そろそろ元の関係に戻っていい頃だぜ。それなら急いだ方がいいね。朽木さんなら午後には1ヶ月の駐在任務で現世に立つはずだよ。大変、アバライク急ごう。いや、どうせ本当の任官は一月後の任官式の後だ。あいつが帰ってきた時にいきなり副隊長だって言ってビビらせてやるぜ。色の青春が、どうしてどうしてこんなことに。え、サロの黒谷が。なに、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 これ、嘘だろ、なにこれ、こんな冗談みたいな巻き込まれ方とかありえねえよ。夢か、これ夢かな。おい、うるさいな。逃げられると思ったのかよ、黒崎キャド。トカタ中の大島霊一。ねえケイゴ、なんでそんなにヤンキー情報に詳しいの。っていうか、うちのクラスの名簿に名前あったよ。なんだてめえら、黒崎たちの仲間か。大方もない、全然全くバリバリの初対面っす。僕、ヒイラギ二中の小島水色、一野さんなんだ、よろしく。小島水色が仲間になった、テレレッテデン。一野さん、俺も一野さんだよ。黒崎一郎、このでかいのが佐渡安虎だ。こっちこそよろしくな。で、あっちは浅野圭吾。勉強はダメだけど頭がいいんだ、それに人懐っこくて嘘がつけない、僕の100倍いいやつだよ。すげえなお前。え、いや、友達のこと聞かれてそんだけいいとこばっか答えるやつも珍しいなと思ってさ。小島、言い訳は得意か。
病的にうまいよ。オーケー、そんじゃ5分で考えといてくれ。俺らが浅野を助けても定額にならずに済む、とびきり出来のいいやつをな。この喜びを誰に伝えよう。イメージと違ったね。そうだな、そうかもな。どんくらい違ってた？三馬神、僕は時々思うんだ。僕らはみんなこの世界と無数のコードでつながれている。集中治療室の患者みたいに。僕らはみんなそれを一つだって切らせまいと必死で。だけど本当はどんなに頑張ってもつなぐ端から切れてしまうんだ。今日は七子さんのこと呼ばねえのか？それを元の場所につなぎ直すことはとても難しくて、僕にはまだできないけれど。うん、気分じゃないから。それよかった。ハロンハロン、僕から新しい世界へ。僕は君と出会えて嬉しい。僕らのコードは正しくつながりそうですか？僕の世界は正しく回転できていますか？システムオールレッド、コミュニケーションは良好。強い拍動を感じる。暴れ、海に行くそうだな。俺は仕事で参加できんが、代わりに精霊艇通信用の写真を頼む。ランギクさんの水着っすね。いや、別にそれは。いらないですか？お願いします。最初から素直になればいいのに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今日は松本ランギクのハイネコです。うなれ、ハイネコ。ハイネコの能力は刀身を灰と化して、その灰の降りかかった場所を束の一振りで切り刻むという強力な残白刀なんですけど、松本さん曰く本体がわがままで気分屋でぐーたらでバカな、非常に扱いにくい刀だそうです。ほんと勝手もんなのよね。誰に見たのかしら。あなたが言いますか。